子番犬だ。皆さん、親恋人か。皆さんこんにちは、動画実況主のシンクと申します。本日も人狼ジャッジメントをやっていきましょう。はい、そうね、番犬恋人なんで恋人守りましょうか。サイコじゃないことを祈って、てっ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 てん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 てけてってってん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 。さてと、恋人はちなみにミカさん。最高、選んでないでくれ。よっしゃ、これでミカさんが恋人なので、このままお印つけておきましょう。てなことで、ミカさんの部屋相変わらずやっていきたいと思いますね。特に変わりはないので、このままやっていきたいなと思います。もしもし、最高じゃなかったですね。で、ミカが最高じゃないので、人狼か市民陣営かどっちだですね。久々に恋人陣営なんかやるんではなかろうか。まあ恋人陣営は後追いがあるのでね、とりあえずって感じですかね。ハク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 、あれあれ、一人もう恋人かな。まあとりあえず、とりあえず G お願い。逃亡どっちでもいいですよ。もういいんじゃないかな。出る程度で、まあそうね。ちなみに結果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  J 結果、一応結果教えて。全員いるよね。ローラ、ショーン、フェイ、メアリー、あ、ゲイルがいない。あ、そういうこと。初日占いありなんですけど、ルールを把握してませんでしたね。あれほど始まるまでに見てねって言ってるのにね。エイルも占いの可能性あるね。ゲイルも他もするか。猫またわら逃亡、逃亡番犬は
貫通かな。全回避は把握。双子が時間がなくなるよ。とりあえず時間がなくなるよ。例のイネっつってんだろ。ね、もうできない。ツイッター募集にも書きましたけど、書いてない。なしかな。じゃあ明日バニラ、バニラ生きてたら30秒前、こうバニラ生きてたらバニラに進行を頼みましょう。バニラでいいでろ、いいでろ。メアリー把握。黒猫とかかな。黒猫とかなら怖いな。よいしょ。ディールナム。遅いんじゃないかな。3人で住めばいいけど。3人で住めばいいけどな。まあ3人以上ですね、死ぬのはね。強欲使えばその時点で2になるって。まあ神様気がたまたまミカとかなら別なんですけれども、メアリーはでも猫臭いかな。やっぱり今の発言回避しないし。あれ違った、回避し、クマ猫じゃないのか。じゃあ何だろう、サイコ？さて番犬はですね、この時間帯に主人を噛むことができるんですけども、今回の主人はですね恋人にしたので何もしません。私はこのまま放置いたします。わら人形道連れじゃなくて噛んだか。なるほどな。おはようございます。おはよう。強欲生きてるな。強欲使ったっぽいかな。いったね、そこそこ。1、2、3、4、5、6人か。
6人か。まあ強欲じゃなく、わら恋の双子もありえるけど、ちなみにジェイがアンナシロは把握です。アンナシロ把握。そうね、全然ありえるね。ではJ、双子。逃亡いるのかしら、ルーのかしら、逃亡いるのかしら。どっちかだね。双子でも連がなしやからジェイが死ぬことになるけど、さあどうしようかな。あるね。ああ、なるほどね。珍しく誰も出ませんね。炎上希望。恋人やった時が厄介ね。私恋人いないし噛まれてから。とりあえず紙ムアウト。あら、あ、なしか。罠しようか。なるほどね、珍しい。わあ、ありえるのは堅牢だし、堅牢だよね、確かね。まあローラ生きてれば考えたらいいかな、明日。ローラかジェイが濃厚だろうし、姉妹なんだと、なんだと
んだと？剣だが、うん、飼い主生きてるから言いたくないよ。まだ噛んでない。30秒前。噛んでない。まあここは番犬出るしかないかな。10秒前。カミングアウト。おお、双子か。つけてきたね。双子かな。うん、どうしたんだろう。双子誰だろう。双子誰だろう。30秒前。いるのは辛いな。10秒前。もう怪人もありえるけど。さあどうなったかな。ウィン。なるほどね。ラッキー。何もしません。そうですね、多分ミカがジェシカに入れたんだと思う。あ、じゃあジェシカじゃないわ。ジェシカに入れてんのは私だわ。ロディに入れたのか2票。誰がロディに入れたのは。30秒前。なぜかロディに2票入ってる。んで私に2票入って、まあ時間切れっていうのが良かったですね。みんな入れる時間なくそのままっていう感じですね。10秒前。おはよう。ローラ狼臭いな。あれ、あら、なんでミカ占ったんや。私
占ったら真偽ついたのに。本物、多分本物じゃない？ミカが強欲、強欲、あーでもそっか、あーそっか、あーそっか、2残ってたらそっか、今1落ちてる話をしてた。罠よりも占いで黒出しされてる方が無視して占いって、あ、なるほどね。ジェイ、なぜそれをしなかった？ね、私せっかく残ったのに。恋人釣って3人、まあ大丈夫ね、確かに。狼と恋人、うん、俺は双子と恋人ない感じかもな、ない感じかもな。双恋の人狼なら止める人がいそうなもの。さてと、ローラが怪しすぎるんよ。むしろジェイ・ローラ、むしろジェイ・ローラがあり得る。釣ってもいいけど、罠と狼の恋人あるけどね、たまに。たまにあるけど、たまにあるけど、まあね。
1分前。そうだな。でもローラが一番臭いかな。ミカ曰く黒出されるのがめんどくさいって言ってたから、ジェイのことを神に言ったっぽいけども、ローラはじゃあ初日誰占って誰守ってたんだろうって話ね。でもそれで考えたんだったらローラは、そうか、シン確定なのか。でジェシーがロディと双子って言ってるんだったらクリスかな。ローラ、なるほどね。30秒前。なるほどね。10秒前。さあどうなる。ローラ・クリスが恋人だったか。あれ？ああ、なるほどね。タコイやったか。なるほどね。はい、ってことで今回はですね、私とミカが恋人でアンナ逃亡でしたね。で、わら、占い、サイコ、黒猫、暗殺も落ちてましたね。なるほどなるほど。まあちょっと面白い感じの陣営で。で、今回も二恋子勝ちましたね。珍しいですね。てなわけで、この辺で終わりたいと思います。ではでは、バイバイ。